綿抜ぬの山古墳は、群馬県高崎市、綿抜町にある古墳。形状は、前方公園墳。綿抜古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、出土品は国宝に指定されている。6世紀後半の築造と推定され、数多くの副葬品が出土したことで知られる。綿抜ぬの山古墳のステレオ空中写真国土。 交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成渡抜き館の山古墳は、高崎市の市街地の東方 6km、井の川西岸の平野に立地し、北面して築造されている。規模は、お有し、二段築成で、二重の和定形の周堀を持ち、また、上記の通り、前方部の幅と公園部の小道、 前方部の高さと後円部の高さはほぼ等しい数値を示しており、極めて整然とした形態を有している。出土した副葬品安駅の特徴から6世紀後半以降の造営と見られている。墳丘場の各所には埴輪を配置しているが、付近市は全く認められない。出土品群馬県立歴史博物館展示。横穴式石室の開口部から前方部にかけて、 集団テラスに配列された継承派庭は新主長の主張権継承儀礼ではないかと考えられている。あぐらをかいて座している男子に容器を差し出す女子、そのそばに3人の女子、弓を背負う男子3体の集団が中核集団になっている。さらに、突き従う革袋を持つ女子、意義を正した女子、清掃男子、甲冑武人、農夫、 盾を持つ人などが続いている。この中核場面と離れた前方部に飾り馬が並べられ、公園部長には複数の家型埴輪や鳥の動物埴輪、機材埴輪が建てられている。石室原室埋葬施設としては公園部中段に両袖型横穴式石室がある。西南に向かって開港するように設けられており、石室内はほぼ埋葬当時の状態を保っている。 石室の規模は、群馬県最大で、全長12.65メートル、原室の長さ8.12メートル、幅3.95メートル、3.16メートル、沿道の長さ4.53メートル、幅2.240メートル、1.34メートルである。壁石は、ブロック状に加工された、角栓安山岩が使用され、天井石には、牛伏砂岩と呼ばれる石が使われている。 重さは最大で22トンあるが、古墳の周りに巨石はない。かぶら川流域の産地から運ばれたと思われる。発掘当時、奥から二つ目の天井石と壁石が崩落しており、調査は難航したが、結果洞窟を免れる要因となった。現室からは2枚の銅鏡、金星、銀星、ガラス製の送信具、立ち、消灯、通す、矛、鉄属、 株と蛍光などの部分、混同生屈は、倉、あぶみ、渦などのバグ、末期の大亀、壺、月、弾きの壺、高月、銅製の水亀などの容器類が見つかっており、副装品の総数は500点を超える。中でも、銅製水亀と、韓国の甲州で発見されたくオら、リョウの石室内から出土した獣大郷と、銅半鏡である獣大郷は、 東アジアとの交流を示すものとされている。上記明細は2020年の国宝指定時の物の注釈出典。ありがとうございます。